BJ リーグ2008から09は2008年10月11日から2009年5月17日まで日本各地で行われたバスケットボールプロリーグである。2008から09シーズン参加チーム大分はシーズン途中の12月より運営会社が株式会社を置いたバスケットボールコミュニケーションから株式会社を置いたヒートデビルズに承継された。 2008から9年度シーズンに新規加入するチームについては、秋田県、長野県、兵庫県、島根県、滋賀県、浜松、東三河地域の他一団体を含めた計7団体から選考。以下にチームの新規参入を決めた。また、この2チームの新規参入が決定したことにより、BJ リーグが設立当初に掲げていたリーグ12球団が達成されたことになるが、 翌年も新規参入チームの募集を継続をしている。2008から09シーズンでは、12チームが以下の2つにカンファレンス分けされた。ホームアウェイにより、同一カンファレンス所属チームとは8回総当たりで、別カンファレンス所属チームとは2回総当たりで、合計52試合を行う。順位は、各カンファレンス内で52試合の勝敗等により1位から6位。 までの順位を決める。そして、レギュラーシーズンでカンファレンス上位4チームがプレーオフに進出。出場選手結果3ポイントコンテストダンクコンテスト。ありがとうございます。